はい、サラシナです。今日の「スラムダンク考察はそうですね「え、l a m d u n ファンなら原作が終了する前に一番見たかった試合に上がるのがもしかしたらこの「明豊」対「湘北なんじゃないでしょうか最終的に湘北は明豊工業と戦うんじゃないかと誰しも予想してたと思いますそしてえ、なら映画化で「明豊」対「湘北とかやるんじゃないのかという噂すらもあります ということで今回は仮想対決「勝負隊名宝をやっていくんですけどもただこの名宝工業明らかになっているのは森重宏だけただ森重宏に関しても一試合通してプレーしているところを描かれているわけではありませんそして名宝工業のチームメイトに関しては名前すらも明らかになっていません古いリスナーさんの方はご存知かもしれませんがこの名宝工業に関しては ちょっと想像しやすいように仮名をつけさせてもらって考察していきますあくまで勝手な仮名になりますのでその辺はちょっとご容赦くださいはいということでこの仮想名法公表対小北この仮想対決を今日はやっていこうと思います まずは、昇北からなんですけども、ポイントガードに宮井利用太、シューティングガードに三井久し、スモールフォワードにルカワ、パワーフォワードに桜木花道、で、センターに赤木と。ただ、昇北に関しては、いつの状態の昇北によるかで、だいぶ変わってくると思います。例えば、三能戦の時の昇北、神奈川予選の昇陽と戦った時の昇北では、だいぶ差が出ると思います。なので、えー、まあ、インターハイの1回戦、インターハイの1回戦でもし、 名宝工業と勝負が当たったらということにしてみようと思います。インターハイの1回戦はトヨタマではなく名宝だった場合、はい、えー、どんな結果になるのか、あこういう感じで進めていこうと思います。はい、ということでこの仮想名宝工業なんですけども、基本的にあのいつも僕この1枚ですね、えー、愛知大会で表彰された時のこの1枚から基本的に名宝工業のラインナップ考えています。はい、えー、この1枚なんですけども、一番手前、 この1万手前で症状をもらっているのが、あ多分もう4番ですし、キャプテンだと思います。この4番をつけているキャプテンをポイントガード、瀬戸信也。身長的にも4番をつけていることから、キャプテンであり、チームの司令塔であるポイントガードと予想しています。瀬戸信也。はい。そして、シューティングガードは奥の方。キョロッとしたこの彼をシューティングガードの小牧川優太。そして、 えー、スモールフォワードはトヨタ正光。はい、えー。4人しかここ映ってないですよね。なので、えー、トヨタ正光は映ってないキャラ。なので、えー、ちょっとモブキャラです。はい。えー、完全に名前だけのモブキャラとしてトヨタ正光。そして、重要なのが今川祐介と付けてるのが、この奥から2番目の、はい。森重と肩を並べる。 そう、森重と身長同じぐらい、な、なんだったらちょっと森重よりちょっと高そうなイメージがあるんですけども、ただ森重は199センチで、この大会で川田三清についての身長ということになってます。そうなんです。えー、森重より身長が高いのは、あ川田三清だけということになってます。なので、同じチームに森重より高い人物がいるわけないので、今川の方が、なんならちょっと高そうに見えなくもないですが、一応198センチと。 仮定して、198センチのパワーフォワード、今川祐介。はい。ということで、いつもしてます。そして、あと森重ですね。この5人が、僕が予想する名宝工業のラインナップなんですけども、で、このざっと名前を呼び上げた5人なんですけども、強キャラと雑魚キャラまあまあ、雑魚モ、モブキャラに分かれると思います。そして、このスラムダンクに、いや、まあ、スラムダンクに限らずかもしれませんが、 基本的に漫画においてチームで5人、例えばバスケの5人だったらチームにおいて3人がボーダーだと考えています。この3人を下回るともう強豪校にはやっぱり入らないのかな。ちょっとやはり主人公を倒すような高校にはならないのかと思います。このスラムダンクの例外ではなく、例えば両難、両南。両南に関しては、仙道、魚住、福田までが強キャラ。そして、雑魚キャラに分類されるのが ウエクサ、コシノ。はい。この3対2ですね。えー、両南も3対2。えー、まあ、豊玉で言えば、南、岸本、板倉までが強キャラ。で、岩田、矢島が雑魚キャラの、ここも3対2。海南大付属においては、ちょっと特殊なんですけども、まあ、強キャラで、牧、き、で、えー、高砂、清玉で、一応、強キャラに入るんじゃないかと思います。高砂もね、えー、神奈川を代表するセンターの一人。まあ、ウォーズミ赤木、 花形にいいでぐらいのセンターそして清田に関してもスーパールーキー、まあ、1年生のスーパールーキーという扱いで、まあ、あー牧仁清田あ高坂まで強キャラそして、えー、雑魚キャラの武藤と、えー、4対1で分類されるんじゃないかと思いますちょっとね、えー、高坂とお、まあ、清田が合わせて1人分扱いかもしれないね、えー、バランス的には、まあ、3対2に近い、えーまあ、ちょっと特殊タイプのおー海な。 え、強チームよりの構成なのかもしれないです。はい。そう考えると、やはり商用に関しては、強キャラ、ああ藤間、花形、二人のみ。そして、えー、雑魚キャラに、え、長谷川、ああ高野長野。そうなってくると、やはり、商用に関しては2対3。えー、なんだったら藤間は、 前半、丸々出てなかったので、強キャラの割合はもう1.5、2を切るかもしれないですね。そう考えると、やはり翔陽は主人公と対抗させるには、やはり序盤での中ボスキャラ的な立ち位置なんじゃないのかなと思います。翔陽はよく見積もっても、藤間、花形、強キャラ2の長谷川、高野、長野、雑魚キャラ、雑魚キャラ3の中ボス的なポジションなんじゃないのかと思います。 そうやって考えると、三能工業を考えると、もうほぼ5、五強キャラと言っても過言じゃない。まあ、分かれるならば、三能に、えー、あれもね、えー深津、ふか沢北、あ川田正志が三強キャラで、えー、弱キャラ、うん、弱キャラでも松本と野辺という、弱キャラの、お、ボーダーがあまりにも上すぎる。他の、まあ、高校の、お、キャラクラスの弱キャラ。 っていう、ボーダーが異常に高いだけで、やはり3対2のなのかもしれない。はい。え、ちょっとね、話がそれましたけども、基本的に、チームとしてバランスがいい、強豪校としてバランスがいいのは、やはり、強キャラ3、弱キャラ2だと思います。この明宝工業も、お3対2に持っていきたいと思います。はい。その3対2なんですけど、もちろん森重博これがエースですね。え、二重丸。強キャラです。そして、キャプテンの瀬戸。これも、かなりの強キャラだと思います。 ただね、センターのワンマンチーム、一年生のワンマンチームといっても、やはり合わせるガード、指令等がね、良くないと点数は取れないと思うので、この瀬戸に関しても、宮城とか、まあ、藤間とか、この辺ぐらいとも割かし戦えるぐらいの強キャラなんじゃないのかなと僕は思います。なんせ、この愛知代表、明宝工業のキャプテン、強キャラなのはやはり間違いないとは思います。 はい。そしてもう一人強キャラとして、この今川祐介。まあ、身長的にもね、198。これだけ高かったら、間違いなく強キャラと思います。ただでさえね、あの、この名宝には199森重がいて、さらに198。それと同じぐらいの人間がいるんで、このインサイドに関してはかなり鉄壁だと思います。この今川は198というところで、パワーフォア出してますが、多分、 えまあ森重がね1年生で今川は3年生だとするともし森重が入学してこなかったらセンター3年になったらセンターをやってるような生っ粋のまあセンタープレーヤーでしょうね多分このくらいの身長があったらずっとセンターがやってきたようなプレーヤーだと思いますはいなのでこの 198cm の今川と 199cm の森重かなり脅威のインサイドだと思います明宝工業の武器は何といってもこのインサイドのディフェンス はい、えー。ということで、えー、試合の展開なんですけども、基本的に明豊のペースで、えー、スローペースで、えー、試合は進むんじゃないかと思います、えー。なぜかというと、この小学校なんですけども、まあ全ての試合ではないですけども、基本的に受けのスタイルというか、相手のペースで戦うようなところがあります。えー、まあ主人公の宿命みたいな感じでしょうか。安西先生の指示もありましたけども、豊玉のランドガンに対して真っ向勝負をしたり、 まあ、商用戦に関しても、後半三井を使っていきましたけども、基本的にスローペースで、高さ、赤着で勝負していたような気がします。はい。というような感じで、昭和って割と、あの、相手のペース、相手の土俵で戦います。なので、ここはやはりペース的に明豊のペース、インサイドでの真っ向勝負を受けて立つんじゃないかと思います。 ま、キャラクター的でもね、森重が暴れるのを赤木桜木、この辺が黙ってないと思います。真っ向から受けて立つような試合になるんじゃないかと思います。そうすると、赤木桜木に対する今川森重というような感じになりますよね、インサイド。この198の今川にさらに怪物森重が入ることによって恐ろしいインサイドのディフェンス能力を持つんじゃないのかと思います。 そうです。えー、愛知の惜しい、諸星が弾き返された、この森重、えー、ルカは、もう同じく通用しないんじゃないのかと思います。えー、よく森重が経験が浅いプレイヤーと取られがちですけども、何気に森重弘氏は、中2の夏から始めてます。よく、えー、花道も初心者、森重も初心者というような、イメージがありますけども、何気に森重は、もう2年ぐらい、えー、バスケやってます。なんだかんだもう、 かなりいいバスケットプレイヤーの動きになってます。えー、この199センチ100キロで運動能力を持っている森重ならば、なんなら桜半道の2年後という、2年バスケをしたというような状態を考えてもらえれば、ちょっと想像しやすいかもしれない。その森重博をこの小北のインサイド陣が僕は残念ながら、 これ、正直、ショークファン、スラムダンクファンの方には申し訳ないけども、えー、もし、一回戦で、インターハイの1回戦で当たっていれば、湘北のインサイド地、ルカワ、桜井藩地、赤木、3人がかりでもこの森重と今川、この2人のいるインサイドからは、自由にさせてもらえないと思います。はい。 では、じゃあ、小北は三井寿司で行けばいいんじゃないのかというところなんですけども、三井寿司は、やはり、えー、甲府町の波が激しい、そして、えー、逆境であったりとか、相手が強ければ強いほど燃えるようなところがあります。えー、所要戦ではね、スタミナを限界であったり、自分をね、ちょっと煽った長谷川がマークについたことにより、チート級の活躍を見せます。三能戦もね、ディフェンスの達人、一ノ倉がついたり、エース級の松本がつくことによって、 え、恐ろしい力を発揮してます。三井がパッとしなかった時って、マークについてる人間が結構パッとしない。例えば、豊玉線では、あの、この矢島。はい、えー。非常に地味な矢島がついてます。海南線でも、えー、誰があのマークについたのか、ちょっとあの、微妙なぐらい、えー。小菅がついてたのかなあ武藤がついてたのかなといろんな説がありますが、あまり強キャラが、 マークについてたイメージはない。三井に対しては、強キャラがマークにつく方が活躍します。そして、この試合、三井につくであろう男は、この小牧川祐太です。このキャラですね。はい。天然パーマの、ちょっとあの、なんか、ひょろっとした。はい。もう、そう、全然ちょっとね、ダメそうな、ちょっと完全なモブキャラ顔なんですよ。遠目からでも、ちょっとあの、ベクトル的には、無藤君であったり、まあ、三子場であったりと。 ちょっとこう同じ匂いがするスラムダウンクの中ではやはり弱キャラに分類されるだろう髪型というか顔をしてますまあ表情的にもね、えー、絶対に強キャラの顔はしてないと思いますなのでこの小牧川がつく三井久志はあ正直言ってスリポイントが入らない落とすスリポイントを落とす試合になると思いますはい、えー 小巻川がマークについてて、ス、え、リーポイントを入れれる三井じゃないと思います。はい。で、スリーポイントが落ちれば、えー、リバウンド争い。リバウンドといえば桜木、そしてね、赤木もいますけども、ここはやはり全国の強豪校の常成高校相手に22本のリバウンドを取ったあ森重、そして198センチの今川。この二人にリバウンドを支配され、かなり厳しい展開。湘北は三井も お不調。赤木も森重には多分通用しない。ルカーも僕は森重に、この段階では通用しない。えー、沢北とはいい勝負できるけども、森重には止められるんじゃないのかと思います。この1年生の段階では、3人がか,かりでも、この森重今川のインサイドは崩せない。この明王工業をスラムダンクの全チームの中でもしかしたら、ナンバーワンのディフェンス能力を持ってるんじゃないのかと思ってます。 えー、なぜかというと、まあ、愛和学院との試合なんですけども、はい、このスコア、えー、後半残り12分ぐらいの時のスコアですね。後半もね、もう8分過ぎてるところで、愛和学院が27点しか取れてないんですよ。この試合は、ま、途中で愛知の星、えー、諸星が負傷退場した、あまあ、そういうのもありますが、それにしても完全に抑えられている、27点。 はい。ただね、えー、この後、愛知の星、諸星が復活して、えー、森重が5ファウルになって退場した後ね、えー、ものすごい追い上げを見せて、えー、6点差まで持っていきますが、森重博士が退場しないで、えー、ガチガチに固めた時の、この明豊工業のディフェンス力というのはやっぱり半端ないと思います。はい。そして、最終的にじゃあ、どのくらいの点差あー、どっちが勝つのかというところなんですけども、えー、結果あ、僕が、 思うに花道ルカは一年生の段階で名宝工業と試合をしてれば、えー、72対78まあねこれ割と優しく書いたおかもしれないですねどうかなあもっともしかしたらボロボロにやられる可能性もあります期待を込めてこのくらいにしました。 沢北といい勝負できたらルカはもう、対商用戦でルカはね、確か17点しか取ってない。はい、えー。そういうことを考えると、この高さのあるチームにルカはちょっと相性が良くないのかもしれないですね。山王戦とか海南戦ではものすごい爆発力を見せました。ただね、山王も海南もどっちかというと平面で強いタイプ。すごい高さのバスケというよりも平面で強いタイプかな。それに対してね、商用みたいな、あ 中をガッチリ固めた高さのバスケ。名豊工業は、まあそういうチームの最高峰に当たるようなディフェンス能力を持ってんじゃないのかと思います。中に入ってくれば森重がプレッシャーかけて全部潰しちゃう。そのぐらいのチームじゃないかと思います。情報性でのスタッツも10ブロックしてます。10ブロックってとんでもないですよね。1試合で10本ブロックショット決めてると。そういうセンターがいる、この名豊工業。やはり、 鉄壁のインサイドを持ってると思います。というところで、まあ、あもうちょっと低くなるかな。もうちょっと低くなるかもしれない。まあでも、ちょっと、一応6点差、72対78にしてみます。はい、えー、これはね、なんで72点にしたかというと、愛和学院が、あなんだかんだ言って、えー、諸星が、 途中ね退場したにもかかわらず最終的にね追い上げて68点取ってたのでまあそれよりもちょっとまあ多く取るとして72点にしておきましたはい、えー、というような感じで、えー、僕のチャンネルではスラムダンクにおいて、えー、いろんな考察動画もしもこうだったら、えー、仮想対決、えー、もしもこのチームとこのチームが戦ったらであったり、えー、もしも仙道明けらが違う高校に転校したらとか いろんな勝手な妄想動画もしお気軽に見れるからいましたら是非チャンネル登録して他の動画も見ていってくださいいつも見てくれているリスナーの皆様本当にありがとうございます今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました